アミモメモオサヤカです。スーパーマリオです。パート56です。前回入らなかったデータがあるので、まずはそちらをご覧ください。どうぞ。これちっちゃくなってる？ちっちゃくなってない。あー、高いとこから落とそうと思ったけど、そっか、ここ高いとこから落とせないのか。え、これちっちゃくなってる？でもさ、こうさ、あ、え、あ、あ、なくなっちゃった。え、え、埋まっちゃったの？え、埋まっちゃったの今、あれ待って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 、あれ、どこ行っちゃったの？あ、帰ってきてるいや、ちっちゃくなってる、なってる。いや、なっ、あ、なんかひびも増えてる。こういう方法でいいのか。今までさ、なんか確かに石ころ壊しそうと思って壊したことがないと思うんだよ。ほら、ちっちゃくなってない？あ、あえ、舐めたことあるよね。キック戦場の石ころ、キック、意味わかんない。ずっとちっちゃくなってたってこと？ちょっとわかんない、なんかもうどうしたらいいやんって思いながら無心で蹴り続けちゃっただけなんで、ちょっと正規がわかりませんでした。で、あと1個、あ、そっち、あ、わかった、これか。なるほど、もうすごいな、すごいゲームだ。よいしょ、ほい。崩れた柱の上に、ということは全部取りましたね。コンプリートです。じゃあパワームーンを捧げて今回は終わりにしますか。10個、何個、9個、ということで今回の分やっていこうと思います。他の国に行きましょう。クッパの国ですね。クッパの国も久しぶりだ。わりかし好きだった記憶はあるけど、キツツキ系がね、やっぱちょっと難しかったよね。うん、どこにある？どこ、え、遠くない？どこ、遠い。ここはバープでいっちゃおう。親ふらしそう。わあ、びっくりした。どこどこどこ。あ、こんなのあったっけ。はーい、多いね、あっちにゃ。あ、すごい近かった。ほい、スキップ。うん、オッケー。はい、アミーボ入れました。と、お、うん、ここからやっていきましょう。これ誰？近道を作ってみました。こっちは近道を通らなきゃいけないのか。今までどういう感じだったんだっけねそこよね。あ、ここ降りてみたみ。あ、パワームーンがある。パワームーンじゃない、コインがある。こんな軽快でいい曲でしたっけ。ほい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 、ドン。なになになに、おお、なんだなんだなんだ、いいね、楽しいね。下も気になるけど、まずはじゃあここから行きますか。なになになに、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、いつもの曲でキツツキに乗ってからの、下とかは何もなさげ。待って待って、あれ、あ、作らなきゃいけないのね。待って、
あのね、ブランクがすごい。ああ待って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 、わかる？ねこれわかる？伝わるかな？なんかね暴発しちゃうんだよね。ああ待って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 、これもうダメだよ、私もうこれ本当に苦手だわ。伝わらないのが辛い。あえて難しいコースをやっていく。よいしょ、落ち着かなきゃ ね、あそこにコインがあったのがすごい気に、危な、ちょっとね、喋れないこのキツツキさん。キツツキさんマジ喋れないんだけど。違う、あ怪我の巧妙である。なるほど。なんてこったい。これあー私ここから入ってこれるんだろうか。ここ、あ、押すの遅い、押すの遅い、やばい、本当にキツツキやばい。とりあえず帰るまでが、ここから無理だよね。マジで喋れないんだって、わかる？安全ルート。どこ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 。あー、待って。ほい。終わり？よかった。回転矢倉降りて登って。はぁ、はい。回転矢倉の屋根の上。いや、あそこで落ちなかったらどういうことってなってたとこだったね。マジで親フラしそうなんだけど。親フラしそうっつうか、めっちゃうるうるしてるんだけど。よいしょ。あー、なるほど。これもう落とした方がいいのでは。まあいいか。無視。これは、なんだ、ミニゲ、あー待って、なんだ。これ入って。お願い、入ってほしい。よし。これミニゲームかなんかに繋がっていくのかな。いうわけではなさそう。どういうこと？上まで行くの？ミニゲームです。てんてんてれてて、あーやだな。あ、ジャンプすんのね。え、あ、そうよね、完全に生還してみてたわ。こいつは大変だぞ。大変だぞ。あーやばい、これやばい、これってどうにもなんないよね。あーね、本当に苦手私これ。ここで、あー取りすぎ、あ、取りすぎないようにいけばいいのか。途中で取らないようにすればいいことにやっと気がついた。こっち取らない、取らないやったらここで止まる、止まらないんですけど。止まらないんですけど、このスタートダッシュをさ2個しか取らないっていうの、あー無理だな。でもちょっと遅くなってるから。あーもう惜
よし。で、ジャンプするよ。ダッシュ、雲の細道。あ、待って。そんな、なくなってるとはつゆ知らず。びっくりした。よし。これならいけるっしょ。ダッシュダッシュ雲の上。はあ、まあお金は増えたわ。よし、オデッセイ号付近に帰ってきたんですけど、あそこにね光ってる鳥がいるの見えますか。でもこの上ってどうやって登るのって話じゃない。でもこの向こう側はあるんだよ。で、これを後ろ引き返ると、あー、なるほど。あー、はい、わかりました。行きましょう。一個一個積み重ねていく。あー、待って、下手なんですよ。相変わらず下手なんですよ、クリップを重ねていくの。下手すぎるでしょ。よしよしよし。あー、なんで。これ重ねる前にやっとくべきことある。あれは多分上がるためだよね。じゃない、これこう開けるためだよね。よし、 OK。 でこっち側に光ってる鳥がいるんだけど、ゆっくり近づいた方がいい。ちょっとミスりましたか。やっちゃった、これ。こっちに行って、こっちまで行って、このここは何もない。あんなところにクリボーのやつがあります。あ、いますね。でもこれはもう強行突破でいいと思う。あーん、これさ、とりあえず画面外にすればいいんでしょ。これじゃあダメか。ピヨピヨ言ってる。言ってない。マジで帽子が遅すぎるんだけど。帽子が遅い。小鳥の向きとか関係ある？ああ、こう。帽子早くする方法とかあるっけ。明らかに帽子の速度が遅すぎる。基本アクション、そんなんあったっけ。ああ、そういえば上投げとかあったね。ああ、踏み込みジャンプで当たる。いや、でもそれ幅跳びの方が早くねっていう話じゃない。どうしよう、やばいな。踏み込みジャンプ、あっ。これは論外だな。早っ！はぁー！クッパ城の小鳥、なるほど。今まで私やってきてなかったけど、あれ？うまくいかん。え？こう？違う。今私上にやったんだけど。待って。こっちさでしょ？上。上やってくんないよ。あ、できた。難しいね。なるほど。でもこんな、そんなとっさにやる。ひたすら上やってるんだけど。あー、なるほどね。なんかさ、いいね、新しい勉強になるね。知らないパワームーン、今まで取れないパワームーン。
なるほどな。で、これが開くと。なるほど。いやー、今のすごい面白かった。いや、そこに気づけてよかった。むしろ。ここに×印があるので何かなと思ってみたら普通にありました。回り込んで壁の裏。さあ、他にどこに来ますかね。あ、ある。あ叫ぶ必要あったの。三の丸の狭間。なんかすごいカット祭りになってそうだけど、音符を見つけました。ではやってきますか。ほい、あれ、ほい、あ、そっち。これはキツツキが上手くなりそう。あ、間違えた。あー、これ無理だよ。あー、落ちちゃった。で、こう行くじゃろ。で、こう行って、ここで取っといて、こう行ってくる。あー、ナイスなのでは？あ、危ない。あ、危ない。もう、壁をつっついて音符を、ま、集め。手に汗握りまくりなんだけど、さっきから。側はパワーアップルコイン的なのはなしに、反対側にもあったんですよね。あ、ある。え、そういうこと。そういうこと。いや、でもこれお助けモードだからさ、いやね、練習のためにやれよっていう話なんですけど、落下だけでもいけそうだよねっていうね。あれ、パワーモン過ぎとるぞ。あ、ん？こっち側に、あー、刺すとこある。刺すとこある。どっちにしろパープルコインも取りつつみたいなことをしなきゃいけない。こっから行くの？やばくない？本当に？カットでいい。きついわ。きついわ。ついでにだけど、これなんかあるの？じゃあこう、じゃあ、じゃあ、あった。はい、ツンツン。白塗りの壁。はい、行きますか。これで、どこだ。ああ、ああ、待って、危ない。なるほど、こう行けばいいのか。で、あれだな。見る方もドキドキしない？よし、意外とできた。意外とできた。離れたくないんだけど。離れるしか選択肢がないんだけど。はい、オッケー。意外とできた。ツンツン。高い塀の裏。
しよし。うん、ここは花火でどうにかするやつ。あ、あっちにパープルコインあるね。こっちにもあるね。どうすんのこれ。こういうこと？あお。と思ったら普通に行けるのであった。よし。どこだっけ？あ、そう、行こうね。パープルコインは忘れそうだから。あーあー！あるうちに。あー、待って。やっときたよね。どこだった？この下？待って。ここ、あ、いる。よいしょ。ありそうじゃない？上に上がっていくか。よいしょ。よいしょ。ほらみー。ほい。ヤグラの宝。はあ、なんか右目がめっちゃ痛いでござる。で、上に出ると。あそこ光ってんのってやったよね、もちろん。これは何？あー、なるほど。こうして、あー、こういうことよね。ちょっと早いか。オッケー。で、そっと。オッケー。ほい。石垣を伝って、よく考えるね。あった。どうやっていくのこれ。どうやっていくのこれ。マリオでいける？わ。待って。まさかすぎるでしょ。あー、ピーチ。よかった。え、これいける？あー、なんだ。そういうこと？なんちゅうことなかった。よいしょ。やっと半分か。脇から登って城門の上。よいしょ。じゃあピーチに話していこう。いいね、浴衣。テレサの帽子。よいしょ。クッパのお城、自分の意思で来たのは初めて。そうだっけ。見応えのある大きなお城だよね。空からパワームーンが飛んできたの旅の役に立ててね。あ、よく見たらファイヤーフラワーの着物なんだ。クッパの国でピーチ姫。行きたかった国は全部回ったわ。そうだ、地球にはない国を忘れていたわ。月か。お客様が少ないです。お客様が少ないってクリボー的な。
これはやったんだよね。これぞわびさび。ここは何もないのかな。どうかね。次。ああ、クッパ城か。なんかあるんですけど。何あれ。この鍵を開けたいよね。し、なんか途中にあったっぽいんだよね。ここ。あとこの上にもあるし。なんだろうな。本丸前。これ、何？新しく戦うの？あー。あ、間違えた。ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。やりすぎ。おわー、あー死んでった。ほい、ほい、もういけるんじゃない。あ、いけない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 。1個ぐらい。あー！ OK。 3回勝負。あー、また待ってないで、またやっちゃったよ。あー、 OK。すごい今日静かにやる私。よいしょ。あん、ほい。クッパ城の厄介者。厄介者なの。この音符やった？やってないよね多分。だってここ風神雷神みたいないたもんね。お、気持ちいいんだけど。これこんな悠長にやってて間に合う？やばい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 。あっ！またチーンって言ったのに間に合った。あそこで幅跳びをしていなかったら間に合ってなかったよ完全に。そして2回目の投げて回って音符集め。お腹すいたよー、お腹すいたよ。よし。あ、あそこにパープルコインある。行こう。すぐ行こう、すぐ行こう。すぐ行かんと忘れる。おい。おい。おい、おい。というわけで今回のパートはここまでになります。いつも見てくださって本当にありがとうございます。お疲れ様でした。また次もよろしくお願いします。